お待ちくだされ殿。襟が乱れておりまする。ああ、そのようだ。いつもながら目端が効くな、利水。いえ、そのようなことは。で、なあ、おぐしも乱れているではありませぬか。はあ、まったく。殿、少しは身だしなみにも気を払われよ。昔から関心なきことにはとんと気が回らぬからして。まあ、それがしがそばにあれば触りありませぬが。すまない。お前が常に隣にあるのをいいことに、その行為に甘えていたようだ。いい加減正さねばな。今まで苦労かけたな、利水。これからはお前に甘えずとも、俺一人で全て。いえ、これからも殿はそれがしがお支えいたすゆえ、どうぞ殿は殿がまま会ってくだされ。利光殿、一つお尋ねしたい。光秀殿の右腕たるそなたは何を務めと心得る？心得ならばそれがしが胸に。久秀殿に明かす言われはありませぬ。愛も変わらず剣もほろろな応対ですね。主君と異なりとんと常味に欠けるというか、さながら能面でも張り付いているような。おっと、失言でございましたな。従者とは私を殺し災いを払うが務めゆえ、我欲にまみれしそなたにそれがしの一念など分かるまい。ふん、いや、誰に分かられずともよい。それがしはいかなことがあろうとただ殿のおそばに付き従うのみ。野望なき者の負など牙の折れた獣と同義では。いやはや、光秀殿に見放されし時が見ものですな。何とでも言うがよい。そなたこそ殿に疎まれぬよう、せいぜい言動に気を払われよ。ああ、信長様、また俺を置いて遠出したな。くそ、護衛は任せろっつったのによ。苦労が絶えぬようですな、利家殿。利光か、お前はいいよな。光秀は信長様と違ってよっぽど家臣使いが丁寧そうに見えるぜ。はためにはそう映るのですな。が、殿も信長様と同じく脇目も振らず駆け出すことが往々にしてありまする。はあ、光秀もそうなのか。いや、人は見た目じゃ分かんねえもんだな。ま、とはいえ振り回されるのなんて慣れっこだがな。お前もそうなんだろ、利光。我ら従者は主の意向に付き従うが務めゆえ、そのための苦労ならば喜んで引き受けましょうぞ。だな。俺も利光もすっかり主様に毒されちまったようだ。